バス、バスフィッシングアワー。冬、効率よく最大効果を発揮するレイレイレイ。本日もご視聴ありがとうございます。バス釣りアワーとはハードベイトを投げまくる動画です。来週はワームを投げるかもしれません。なんちゃって、ハードベイトのお店の差に気づかされて投げまくってます。本日はですね、曇りのち晴れ、最高気温13度、最低気温3度です。3度でしたけど、割となんかあったかい感じがしました。もう水温は、上流域です、6度で、晴れてから8度ぐらいですね、なってました。今日はですね、相変わらずアラバマリグでスリークマイキー90というジャッカルのですね、うねうね動くルアーで、巻き上がっていってる状態ですね。朝一ここ中流域ということでですね、下流から、入るリザーバーなので、まあ、上流に向けて、巻きながら効率よくかつ最大限ですね、釣れる可能性が高い、ルアー。なんとなく冬っていうのはゆっくりとか、遅く巻くとかっていうイメージがあると思うんですけど、そういう風にしてると、まあ一級ポイントに朝一ベストタイミングで入れないっていうこともあってというか、まあそういう風な考えがあって、アラバマリグだったら、まあ、ただ巻きゆっくり巻きながらでも、周期力があるので、ガツンと魚を食わせれるタイミングを作れるんじゃないかなということで、僕がまあ一級ポイントと思っている場所に向けてですね、中流域からアラバマリグにスリークマイキー、ですね、ステルス5という G クラックさんのルアーをつけながら、岸沿いを流していってる状態です。で、そうですね、やっぱり、まあ、ジャークベイトとかで、まあ、ジャーク&ポーズですね、もうこのぐらいの季節になってくると、やっぱりポーズ止める、ゆっくり動かすっていうところがキーにはなってくるんですけど、やっぱり僕が思ってる一級ポイントは、どっちかというと、中流から上流域っていうところに魚がいるんじゃないかっていうところがあったので、とりあえず、一旦は、釣り上がっている状態ですね。よいしゃよいしゃ、ちょっと画面では見づらかったと思うんですけど、くぼみがあってですね、ちょっと大きい側に立ちが立ってるんですね。で、昔にこのぐらい減衰した時に、ちょうどよく魚がついてたっていうこともあって、まあ、いるんじゃないかなと思ってアラバマリグ投げたら、やっぱり見事に魚がついてたような感じですね。その後9時間ほど下半身強化しただけでした。本日終了でございます。またいつもの振り返りを、はい、どうぞ。お疲れ様です。今日もですね、朝一に1本アラバマリグの、スリークマイキー90っていう
川島さんですね、ジャッカルの川島さんが作った、なんていうんですかね、こういう風にウニウニ泳ぐルアーで朝一に1匹釣りました。まあここのリザーバーっていうのが下流から入るところで、割と魚が釣れる場所というかいいポイントと思っているところが上流域にあたるので、まあ下流から中流、まあ上流ですね、移動するにあたって、まあ、効率よくかつ釣れる可能性が高いセッティングっていうことで、まあ下流から朝市なので、まあ、ジャークベイトとかでこう細かくやっていきたいところなんですけど、それだと時間がいいタイミングに、上流に入れないっていうことで、まあ下流から中流にかけては時間効率を考えてって中で、まあ今冬で巻きながら上がっていけてかつそれで釣れるルアーっていうかセッティングってなると、僕の中ではまあ今アラバマリーグが熱いかなっていうところですね。でそれでまあ中流域のやっぱり巻いて上がっていって思ってなかったところで釣れたっていう感じですね。ただまあかなり減衰してて、まあ2年前ぐらいですかねのところで、まあ、減衰するとちょうどくぼみができて、そこに立ち木がちょっとこう沖に、ある場所があってですね、今回釣れた場所なんですけど、そこが割と、まあ、ポイントとして釣きやすい場所なのか、まあ、よく釣れたっていうのもあって、そこをアラバマリーグ通したらガツンと来たって感じですね。でその後っていうのはなかなか難しくてですね、アラバマリーグジャークベイト投げたんですけど、でまあ魚探つけてからはピンポイントでメタルとか打ったりもしたんですけど、なかなか釣れなくてですね、今日は1匹っていう感じで、まあ、ビッグベイトを今日ちょっと持ってくるの忘れたんで、ビッグベイトで魚を引っ張り上げる、まあ、昔がだいぶ前に立ち木とかそういう風な沈み物があったところでネチネチビッグベイト投げてたら、冬の時期にふわーっと魚が浮いてくるっていうのが見えたことがあったので、ビッグベイトでそういうところをこうネチネチやりながら浮かせて食わせるというかっていう釣りもやった方がいいのかなっていうとこではあるんですけど、ジャークベイトも結構投げたんですけどね、今日は不発で、そうですね、朝一逃すと、あと若干ですね、ここのリザーバーって実はその大きいカニみたいなのがいるんですね。でたまにちらほらもう本当にグーぐらいのカニがこううろうろしてるのを、グーは言い過ぎやな、まあグーよりちょっとちっちゃいぐらいのカニがうろうろしてるところを見かけたりするので、もしかしたら冬はカニとか甲殻類のものを餌にしてるんかなっていう感じはします。以前にワームの釣りをしてた時にブラッシュホグで冬の時期に4匹釣って50アップ2本っていうこともあったんで、冬は割と立ち木とかストラクチャーの中で待ってるっていうか、まあ縮こまってるというかとどまってるのかなっていう感じがしますね。なので久々にブラッシュホグ、ズームのブラッシュホグでこのリザーバーを攻略するのもいいかもしれないですね。実はじゃらん、スメルトヘッドも今日はちょっと登場させて、あまりに
模擬ハノンさんが釣られてるのでどんなもんかいやということでスメルトヘッドを出しましたが、今日は不発でした。よくわかんないです釣り方がよくわかんないです。まあまあまあ冬はまあなんとか、まあなんとかっていうか一匹釣れたらラッキーかなっていう。まあまあまあ今日はこの辺にしておきます。アディオス。今日はカメラ回しません。さよなら。本日もご視聴ありがとうございました。ハーベドベイトを投げまくっておりますが、なんとなく冬の、昼間のですね魚の居場所が分かった気がしますので、来週はソフトベイトを投げるかもしれません。